三種類の精神状態コンフォートゾーンとは快適な空間を意味する語である。心理学などではストレスや不安がなく限りなく落ち着いた精神状態でいられる場所を指す。また、天文学の世界では生命が存在する可能性があるハビタブルゾーンの別名である。建設業界でも快適性評価に関連して使用されることがある。 ソーシャルワークの研究家ブレネー・ブラウンは、私たちの不安、欠乏、および心の傷つきが最小限に抑えられている場合から、私たちが十分な愛、食べ物、能力、時間、賞賛を得ることができると信じられる場所。そういったものが整えられている場所のことであると説明している。パフォーマンスマネジメントの研究を行っている、行動心理学者アラスデア・ AK ホワイトは、 適切なストレス環境下では、業績が増やせる最適なパフォーマンスゾーンについて説明している。心理学者、ロバート・ヤーキーズは、ある程度のストレス下では、仕事の業績が上がるが、最適なレベルを超えると業績が下がることを報告している。しかし、一般的にストレスは、意思決定に悪影響を与えるとされていて、思考回数が減り、 すでに役に立たなくなった一般的な方法を取るようになってしまう傾向になる。ありがとうございます。